三重県道22号伊勢南東線は、三重県伊勢市から南伊勢町に至る県道である。伊勢市と南伊勢町を結ぶ幹線道路である。大部分を三重交通の路線バスが通過する。国道23号から伊勢市の文京地区である倉田山を通り、市街地に侵入する。中島から宮川沿いを行き、渡来町に至る。宮川の支流市の瀬川沿いの山中を、 渡来町の各地区を連絡しながら進み、渡来町と南伊勢町の境である、のみ坂を越えて、国道260号に接続する。2016年4月1日現在。かつて、南東海道と呼ばれていた道路であり、1888年3月に、三重県庁へ工事の検討補助の申請が出され、道路に対して2894円55銭。 橋梁に対して11円98銭二輪の補助を得て、1890年に宇治山田喫線として工事は竣行した。1901年になると、飲み坂に水道を通そうとする計画が持ち上がる。この時、地元ではトンネルの建設費を開通後、トンネルに通行税をかけて賄おうとしたが、三重県から認められず、トンネル計画は頓挫してしまう。 1920年には、三重県議会で30カ年道路改良計画に、飲み坂水道が含められることになったが、これも実際の着工を見なかった。事業は、三木本幸吉が5000円を寄付したことによって動き出す。この5000円を原資に、三重県に働きかけ、1926年9月13日に、ようやく寄港した。工事は、鹿町組が施行し、 公費34万円をもって1928年7月に、のみ坂水道は開通した。この出来事を、南東町市は、南東町の夜明けに、等しいと記述している。1959年1月25日に、三重県道51号宇治山田吉津線が廃止される。代わりに、三重県道108号伊勢南東線が指定され、2007年3月30日に、 三重県道22号伊勢南東線に改めることが公表された。西木水橋と瀬田川浦の橋商店街のみ坂峠、渡来町川近、水橋宮川水系の一つ、瀬田川に架か,かる全長36.7メートル、幅16メートルの橋。欄干に12基の義母星がついている。橋の西詰めに同名の焼肉店がある。三行道路と呼ばれる区間にある。 筋向むき橋かつて、伊勢神宮への三景道であった、伊勢本街道と伊勢山宮街道が合流したところに、ある、宮川支流の清川に架かる橋。1928年に、コンクリート強化。1970年に暗居となった。近隣に、浦の橋商店街がある。伊勢浦橋市の瀬川と宮川の合流点付近にある、橋。南詰めに信号機が設置されている。 新のみ坂トンネル、渡来町と南伊勢町の境をなす、のみ坂にあるトンネル。2001年12月開通。かつて、本線の一部であった、のみ坂トンネルが、本トンネルの上部を通っている。のみ坂南トンネル、新のみ坂トンネルのすぐ南にある。交通量伊勢市渡来町。ありがとうございます。